建設チーム。ギャリー、こんにちは。うん、ゴミ収集が忙しそうだね。トラックがいっぱいになっちゃったよ。どこに捨てに行くの？わからないの？建設チームなら知ってるはず。聞きに行こうか。建設チーム、こんにちは。ゴミ収集車のギャリーが困ってるんだ。状況を説明しようね、ギャリー。ギャリーは収集したゴミをどこに捨てに行ったらいいか知りたいんだ。どう思う？力になれそう？できるの？よかった。何を作るの？ゴミ粉砕機？いいね。でもどこに建てようか。空き地？そうしよう。さあ行こう。まずは何から始めるの？穴を掘るの？江戸川にぴったりの仕事だね。素晴らしいチームワークだよ、みんな。ギャリー、早速ゴミを下ろそうか。バッチリだね。次はどうするの？ゴミを粉砕するマシンを組み立てるの？すごいね。楽しみだよ。上手だね、チャーリー。次はどうするの？ゴミを押しつぶすために何か大きくて重いものが必要なの？これはちょうど良さそうだけど、ちょっと重すぎるかも。どうやって持ち上げる？考えがあるの？そうなの？どうするの？ヘクターが手伝ってくれるの？よかった。ヘクター、こんにちは。
さすがだね、ヘクター。ありがとう。あとはどうしたらいいのかな？ああ、なるほど。マシンをスタートさせるボタンだね。さあ、ギャリー、ボタンを押そうか。見て、ベビータブとベビーマットだよ。ベビーたち、ボタンを押してみる？チームのみんなお疲れ様。ゴミ粉砕機だけじゃなくて、ベビーたちのおもちゃまで作れたよ。みんなまたね。コンストラクションスクワッド。やあ、スクワッド。ハッピーハロウィン。またお仕事頑張ってるみたいだね。やあ、スクワッド。赤ちゃんたちがハロウィンを楽しみにしてるみたいだよ。何かいいアイデアはあるかい？いいね。怖いジェットコースターか。完璧だ、イーサン。じゃあ、仕事場に行こうか、みんな。わあ、これは大きな仕事になるぞ。早速、仕事に取り掛かろうか。ステップ1。基礎の柱を決めてトラックを取り付ける。ステップ2、トラックの上にワゴンを並べる。ステップ3、壁と天井を取り付ける。まずポールを設置しないとね。乗り物全体を支えるものだから。それで大丈夫だ。素晴らしいチームワークだぞ、みんな。今度はトラックをポールに取り付けよう。エドガー、ネジを忘れないで。全てを一緒にするのに必要だからね。よくやった、みんな。ネジがきつく締まっていることを確認してね。それっぽくなってきたぞ。さて、次のステップはトラックにワゴンを置くことだ。チャーリー、トラックの上にそれらを一つずつ乗っけてって。ワゴンがちゃんと整理されていることを確認してね。そしたら壁と天井を取り付けるだけだ。
慎重に天井を下ろして、みんなねじ込んでね。そしたら外れないから。これは素晴らしくなってきたぞ。すごく面白くなりそう。赤ちゃんたちはいいハロウィンを過ごせそうだね。やあ赤ちゃんたち、幽霊屋敷のジェットコースターに乗るかい？フランシスはどうだい？最後のワゴンで行く？楽しんでね。コウモリだ。幽霊本物みたいだな。楽しんでくれたみたいで嬉しいよ赤ちゃんたち。ハッピーハロウィン。ああフランシス、作り物って分かってるよね。ミッションは達成だスクワッド。チームとして働くときいつも完璧だね。じゃあねみんな、また次回。建設チーム、ベビーのみんなこんにちは。楽しそうだね。うわー見て、素晴らしいアイデアだねベビートム。建設チームならみんなも飛べる方法を見つけてくれるはず。ベビーのみんなどう思う？チームに会いに行こうか。さあ行こう。こんにちは建設チーム。ベビーたちがヘクターやペニーみたいに空を飛びたいんだって、何かアイデアはある？よし、さあ行こう。うわー、やることがいっぱいありそうだよ。早速始めよう。まずは基礎を作ろうね。チャーリー、スラブを掴んでくれる？上手だね。うわー、あっという間だったよ。さすがだね。これなら柔らかいから、押してもベビーたちが怪我をしないで済むね。次にプラットフォームを置いて取り付けよう。チャーリー、イーサン、資材を集めてくれる？よし、チャーリー、そのプラットフォームを土台の真ん中に置いてくれる？完璧。土台にしっかりネジで留めておこうね。おっと、なくしちゃう前に拾おうね。ありがとうエドガー、その調子。だいぶできてきたよ。完成まであと一息。あとは飛行機を作るだけだよ。何か違うみたいだね。ああそうだね、逆さまだったんだ。そうだね。
いい出来栄えだね。あと翼とプロペラ8号取り付ければ完成だよ。完成だ。すごいよ。あとはそれをスプリングに取り付けよう。エドがネジで止めてくれる？みんなさすがだね。ベビーのみんなもとっても喜ぶはず。ベビーのみんな、さあ遊ぼうか。ベビータム、後期に乗る？楽しそうだね。チームのみんな、任務完了。素晴らしいチームワークだったよ。バイバイ、みんなまたね。建設チーム、見て、ベビーのみんなが遊びに行くみたいだよ。わあ、門が雪に埋もれちゃってる。あれ、公園も全部凍っちゃってるよ。今日遊ぶには遊ぶなさそうだね。ちょっと待って、建設チームだよ。なんとかしてくれるかもしれない。公園が凍っちゃってるから、ベビーのみんなががっかりしてるんだ。うわー、いい考えだね、インさん。アイススケートリンクで遊びたい？立ててくれるの？大変な作業だよ。チームで協力しないと。ありがとう。みんな仕事が早いね。あとゲートをつけて、湖から氷を持ってくるだけだよ。湖まであと少しだよ。おっと、みんな気をつけてね。この辺りは滑りやすいみたい。湖までたどり着けるかな。あれ、もしかしてこの音は除雪車だ。こんにちは、サム。ちょうどよかったよ。建設チームが湖に氷を取りに行きたいんだけど、道から雪をどけてくれるかな。助けてくれてありがとう、サム。さあ、この氷を湖から取り出そう。チャーリー、慎重にね。壊さないようにね。できた。素晴らしいチームワークだよ。
氷がリンクにはまるかな。ぴったりだよ。あと部品を一つ取り付ければ完成だよ。足台はどこかな？イーさんが運んでる。いいタイミングでベビーたちがこっちに向かってるって。素晴らしい仕事ぶりだったよ。みんなのおかげでベビーたちはこの天気でも元気に遊べるよ。新しいアイスリンクを試してみないの？ああそうか、湖に行く途中で随分滑ったもんね。じゃああとはベビーのみんなが遊んでるのを見てようね。みんなありがとう。バイバイ。